会までのあらすじ。何をされても東大へ行く決意は変わらない。勉強頑張るんだぞ。毒ニードルリンゴにしましょうか。じゃあ、でも、あ、痛い痛い、あー、キャンドルちゃん。パイレーツオブカリビアン、アットキャンドル。画面の前の皆さん、こんにちは。夏川椎名です。本日もキャンドルちゃんの実況プレイやっていきたいと思います。前回までにはですね、船の中にいたこの歩くキャンドル、キャンドルちゃんがですね、船の中をから見えた灯台さんに憧れまして、灯台さんに会いに行く決心をします。何かを明るく照らす存在になりたいっていう夢を持つのかな。で、灯台さんに会いに行こうと思って船を脱出して、このね、毒ニードルリンゴさんとか、あとはあの火花さんがねいる森の中を抜けまして、今また海に行こうとしてます。恐ろしいほど静かな海、第5章始めていきましょう。水の中を浮き沈みする浮き草。クラゲだと思ってたけど、浮き草ってことは草なの？クラゲじゃね？でも草なんでしょ？あ、こいつはどっちだ？敵か味方か。ちゅん。お、ん？ねえこいつ。あ、あの花と一緒だ。あの花もね、触るとシュンってなるんですけど、それと一緒ですね。触ると消えちゃいますね。よいしょ。浮き草のじゃあ上を、よいしょ、渡って、で、このキャンドルをねつけてくと物語が進むというか。あ、あ、ちょっと待って、あ、浮き草さん、もうちょっと浮かんでてほしかった。ほんとね、この実況ではね、あの夏川のあのせっかちさがよく見えると思います。すごいせっかちなの、すごい分かってくれると思う、この実況見たら。はあ、ちゃんとね、このさ、灯台を目指すさ、キャンドルちゃんにさ、灯台を目指すキャンドルちゃんをちゃんと導いてあげなきゃだよ、大人としてね。オッケー、よし、ここまで来たぜ。取り逃してる気がしないでもないな。浮き草来た来た。よいしょ。あ、危ない、危ない、またせっかち出るとこだった、危ない。気づけてよかった。進みすぎた、もうちょっと先まで岩あると思ったわ。ほんとよくないね。ダメだよ、こんなさ、ようわからん失敗ばっかしてたら。ねえ。じゃあもう一回。浮き草を待って。つけて、あ、こっち行けそうじゃない？よ、行け。よし、あったあった。これね、ちょっとね、道から外れたところにもキャンドルがありますので、なるべく見つけていきたいね。あと、あっちにもあったね。菊草さん、来た来た。よいしょ、あと1本。キクサさんのペースがさ、ちょっとゆっくりでさ、せっかちな私としてはちょっと遅いんだよね。よし、で、こっちにポン、こっちにポン、こっちにポンして、よいしょ、オッケー、ほう、ぴょん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 、あっちにキャンドルある、ぴょんぴょん、キャンドルで、この浮き草さんを待ってゴールですね。
けー、ぴょん。はい、オールクリア。見えたり消えたりする道。うん、本当にそうだね。おっと、次のステージ、岩礁、岩礁の間で静かに漂う浮草。岩礁かな。お、なんだこの浮草さん、動いてるね。おー、運んでくれてる、ありがとうございます。このぴょんと飛び乗って運んでもらうってわけか。もうあれだね、すっかり海なのかな、ここ。よいしょ、飛び移って。さっきまではね、なんかなんだっけ、果樹林っていうところにいて、結構も森に近い感じの雰囲気だったんですけど、もうすっかり海っていうか、なんか雰囲気すごい湖っぽいね。地底湖とか湖に近くない？この雰囲気。よいしょ、こっち乗ってみようかな。あ、ある、あそこにキャンドルがあるよ。オッケー、あっちに行ったらどうなるのかな。ちょっと一回戻って、この人が運んで、ああ、これはもう何もないのか。あの、なんか人手みたいなやつ何なんだろう。あ、それがあれか。あの、あそこについてる人手か。キャンドルちゃんが触ると消えちゃう人手ね。ギクサさんを待って。よいしょ。ぴょん。ほんで。よー！ぴょん！次どこかな。あ、あっちか。くるくる回ってる。よし、ぴょんとな。怖いよねこいつ。人でトランポリン。お、よ、お、ちょっと待って、ちょっと待って、沈もうとしない？あ、だよね、危ねえ。沈まれるところでした。ここから戻るには、流れに逆行しなきゃいけないってことか。行け。あー、嫌だー。あー、落ちたくない、落ちたくない、落ちたくないよー。あー、ちょっと難しかったね。どこですかここは。どこですか。あ、あ、オッケーオッケーオッケー。ここに乗っていくとこか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、ね。よいしょ。妙にヒヤヒヤするな。なんかね、キャンドルちゃん結構ちゃんと飛んでくれるんだけど、意外とジャンプ力がね。あの、あっちにあったキャンドルって今ついてない状態かもしれないね。ちょっとじゃあもう一回行きますか。あ、待って待って、危ねえ危ねえ。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあもうもうやだ、ほんとにやだ。わかった、わかった。じゃあわかった。もうわかった。いいよ、わかった。わかったよ。最初にこの復活ポイントに火を灯してからゆっくりキャンドルを回収しに行こう。そうしよう。ね。ここに来て、いよいよ難しくなってきたね。キャンドルちゃん。ほんとギリギリだよね。ほんとギリギリの価格設定してるよね。よーいしょ。で、ここ、あっち対岸に
対岸にあるから、これを先に灯してから、よし、後でゆっくりあっちに行こうね。そうしようね。ほ、行け、よいしょ。ふう、あ、ついてるじゃん。なんだ問題は。ここなんだよ。ここから戻るのだよ。戻るのが大変なんだよな。よいしょ、頑張って頑張って、キャンドルちゃん頑張って。よーいしょ。わあ、どこじゃ、ういじゃ、あっちにもキャンドルがあります。あっちにもキャンドルがあります。キャンドルー！オッケー。ああ、大変だった。もう乗ってりゃいいんだから楽だよな、こっち側は。で、よいしょ、映る。これに乗る？これに乗ってどこに行くの？ぐるんと、あ、キャンドルがありました。あと1本、あっちの瓶に乗って、 OK。 あとどこかなあ。あ、もうクリアしちゃうね。あー、なるほど。あー、危ない。ちょっとちょっと、やめてくださいよ。急にいなくなるのもやめてよ。あっちにあるんでしょ。あー、やだ。あー、危ない。おー、危ない。おー、ねえ、本当にギリギリだよね。そんないつもギリギリ？もうちょっとさ、余裕持ってさ、余裕持ってよ、余裕持って乗せてくださいよ。こっちもさ、こっちも、こっちも、あー、こっちもさ、命がけなんだから。でもこれでもう全部ついたよね。全部ついたってことだよね。もういいよね、ゴールしていいよね。うん、全部ついてるね。はあ、3機ぐらいキャンドルちゃんを死なせてしまいましたが、なんとか。あーれー、はあ、あれだね、浮草さん、回転する浮草さんのあのもじゃもじゃの部分は当たり判定がないんですね。浮草判定じゃないんだね。分かったよ。ギリギリを攻めちゃダメってことだ。もうだからせっかち出しちゃダメなんだって。安牌で行かなきゃ。行け、オッケー、行けー。はいはい、クリアです。あー、なんとかクリアしました。水面を行き来するキャンドルちゃん、うん。さあ、ちょっと時間かかっちゃいましたけども、次のステージですね。青い花も明かりへ集まる。青い花？青い花って出てきたっけ？カルピスなの。青い花。あー、青い花。お、今来たね。おお。おお。つまり、これを船みたいにして進んでいけってことだね、きっと。面白い。ありがとう。青船さんです。青船さんにじゃあ連れてってもらいましょうかね。あっちだ。あっちです。青船さん。よいしょ。OK、OK、OK。いい人だな、青船さん。今までの火花とか、浮草さんとか、あの辺の無責任な人たちと大違いですね。ちゃんと行きたいところまでキャンドルちゃんを運んでくれます。本当に素晴らしい。いや、本当見習ってほしいね。ありがとうございます。あれ、でもちょっと待って、キャンドルちゃんちょっと、おー、早速火が小さくなってきちゃったね。あ、ここはなかったです。あっちです、あっちです。よし、浮草さんだ。乗せてもらって、ちょっとね、いや、いいんですけど、運んでもらったのは本当にありがたいんですけど、ちょっとなんか料金高くないですかね。
ちょっとね、キャンドルちゃんあまりにも体力を消耗してる感じがします。ああ、暗くなってきちゃったよ。でもこれで一応全部キャンドルは灯したし、あとはもうあとはもう本当にゴールするだけなんで、ゴールまでどうか体が持っていただければ、本当にそれだけでも浮き草。また鼻ですか。よいしょ。ちょっと至れり尽くせりなのはいいんですけど、ちょっと料金高いんですよね。オッケー、ああ、着いた。ギリギリだよ。カツカツだよ。本当に。危なかった。はい。キャンドルちゃんを伴い、暗闇の中を進む。次、浮かぶ果実が邪魔をする。うん、いやー便利だったけどね、やっぱ便利なものにはそれなりの代償が必要ってことですね。気をつけていかねば。あ、なんだっけあいつ、果実、リンゴじゃないけど果実がいます。なるほど。この果実に当たると船がバウンドしちゃってうまいこと進めなくなっちゃうんだね。了解。さあ、ちょっと浮き草さんの力を借りてこっちに渡らせてもらって、さて、おや?いけないよ。あれ、なんもない。ああ、来た。浮き草さんが来ました。浮き草さんにどこに連れてってもらうのかな。どこなのかな。おお、勝手に沈まないでよ。困るな。ねえ。本当に。ああ、なるほど。よいしょ。オッケーオッケー。あ、こっちに道があるぞ。オッケー。ニードルに当たらないようにしながら進んでいくわけか。オッケーです。あっちに進めばいいんだろうけど、ちょっとキャンドルがありそうなんだよな。あ、ないね。なかったです。やばい、こんなことしてたらこの船料金高いからどんどん体がすり減っていく。さあ、浮き草船に乗って、あ、ちょっと待って、あっちにある。よいしょ、OK。あと一本だ。あと一本どっかにあるかな。待って。沈む、この船沈む。はあ。このまま乗ってれば OK ですか?ああ、なるほど。この船も沈む。よっ。乗り換えて。うん、随分乗ってるね。また乗り換えた方がいいのかな。あー、乗り換えた方がいいっぽい。乗り換えた方がいいっぽい。よいしょ。なるほど。浮き草さんもあのニードルの前では。あ、ちょっと待って、乗り換える。乗り換えます!待って、乗り換えたい!はぁ、よかった。浮き草さんもあのニードルがあると。ダメになっちゃうんだね。あ、一本わかんなかったな。一本見つかりませんでした。どこかな。あった。そこでしたか。行け、飛び移れ。オッ
OK。ふぅ。そんで、ここに行って、ここに行って、よいしょ。ああ、クリア。うん、だんだんちょっと、キャンドルが探しづらくなってきましたけど、今回もなんとか、自利品になりながら、クリアです。静かなる水面に波が起きた。うん。お、あっという間に5章も最後になってしまいました。すごいな、なんかポンポン進んでくね。穏やかな森には危険を潜んでいる。うん。また新たな脅威ですか。うわ、出たー、火花。あいつ火花です。火を見るとすごく咲いてしまう花です。通称火花です。うわー、火花が出てきたか。あの船にご足労いただいて、こいつね、厄介なんですよね。うわ、ちょっと待って、ここ通りたいけど、うわー、この状態で飛べばいい？オッケー。はあ、うわー、タチの悪いドッキリだよ、本当に。いやだー、刺さりたくないです。オッケー、オッケー。はあ。うんうん。あとは、ここ、登ればいいのかな？あと2本。うわっ、お、え、今果実が落ちて火花をからしてくれました。へえ、そういう関係なんだ。ん、これもそうか、果実を落として、あー、果実を追ってくる、嫌だ。あー、なんだよ、仲間だと思ったのに、戦友だと思ったのに、なんだよ、そういうことね。協力関係にはあるけど、いけいけ、もう構わず攻撃してくるってことね。オッケー、うん、オッケー、なるほど、そっちがそのつもりならもう思いっきり利用してやる。オッケーです。うわ、あっち怖、こっちはなんかある？うん、こっちもこっちだな。落として、よいしょ、オッケー、あと1本。うわ、地獄。地獄ですよ、こんな。一気にじゃあ落としといてもらって。おー、いいね、いいね、でも、いいね、いいね。お、一気に火花がなくなりました。火花はなくなったけど、この果実さんが、怖い怖い怖い。さあ、ろうそくありそうだな。ろうそくありそうだけど、見当たらない。あ、あったあったあった。え？え？どうやって行けば？あ、ここ飛べる？飛べた。オッケー。ふぅ。なんとか、今まで敵だと思ってた、果実、毒ニードルリンゴさんの力を借りて、火花を蹴散らすことができましたね。わー、綺麗。こうやって見ると綺麗だよね。ん？あ！これはもしや。森の奥に灯台の入り口を見つけました。やったね。嬉しそう。花々に助けられて、キャンドルちゃんは期待を胸に目的地へ急ぎます。よかったね、キャンドルちゃん。
憧れの東大さんに会えたよ。器用に危険を避けるキャンドルちゃん。オッケー、第6章、花の咲き誇る道。わあ、すごい綺麗、絶対綺麗なステージだ。ここは明かりで花々が明かりで花々が咲き誇る。さあどんな感じ。お、まだまだでも映ったね。よいしょ。うわあ、綺麗。何何よ、綺麗じゃないの。あ、しかも枯れないの。枯れないね。枯れないんだ。わあ、すごいよキャンドルちゃん、めっちゃ綺麗だよ。君の明かりでそうなったんだよ。わあ、綺麗だね。あ、でもあれだな、キャンドルが見つからないな。あ、あったあったあった。こういう感じであるのか。うわ、めっちゃキャンドル多くない？もしかして今までも、あれかもしれない。見落としてるかもしれない。ちょっと一瞬戻ろうかな。ことか。あ、ないね。待って。ないね。綺麗だなぁ。めっちゃ綺麗だよ、キャンドルちゃん。あれ？ないね。先に進めってことかな。あ、一応、咲いて時間経つとしぼんでいくはしぼんでいくんだね。うわー、綺麗。何の花だろう。よいしょ。うんうん、すごい、いろんなとこで花が咲いている。お、なんだ、なんかペロンってペロンって、今ここだね、ペロンってなった。よいしょ、にょこしょ、登って。お、咲いてる。下の花がキャンドルちゃんのキャンドルちゃんがシュッてやるとシュッて咲く。下の花かわいい。さて、この下は何もない。お花が、オッケー。お、よいしょ。あ、あった、キャンドル。うわ、やばい、もう、あー、かすんできたキャンドルちゃんかすんできちゃった。もう、あれじゃあ、そこまではさすがに飛べないよ。あー、なるほど。ここか。ここを、開けてもらって、よいしょ。よいしょ。よいしょ。OK、順調にキャンドルは集まってるけど、集まってるけど、次、こっちとかかな。あ、こっちだね。よいしょ。うわー、もう、もう限界だよキャンドルちゃん。あ、でもゴールがある。ゴールあるけどあと2本だ。どこだったんだろうな。やばい、消えそう。ちょ、ゴールしとくか。ゴールしてちょっとやり直そう。 OK。 いやー、美しいステージでしたね。あと2本だ。
あ、わかった。ここ行って、この葉っぱじゃない、この葉っぱのここじゃないよ。あったー、オッケー、クリアクリア、よし、クリアです。まあ、全部集めなくても物語は進むっぽいけど、なんかね、気持ち悪いから。花びらはキャンドルちゃんの進む道を指し示す。うん、お、次、落ちた果実に救われるキャンドルちゃん。果実ってあの果実ですか？よ、あ、やっぱりあの果実だ。でもあいつ悪いやつじゃん。救われるってそんな。だってほら今だって道邪魔してるしさ。もう、いや通れないもん。あいつが、あいつがど真ん中カッポするから通れないもん、キャンドルちゃん。やば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 、うわぁ、私はあいつを仲間だと認めてないからね。お、あと3本で、あっという間に、あっという間にあれが見えてしまいました、ゴールが。よいしょ。1本。こっちにも。あるね。あ、出た。火花。おう。あー、ここも飛んでる。ここも果実が飛んでる。どうしたらいいんでしょう。うわ、危ない危ない危ない。あー、落ちた。あー、落ちちゃった。あー、やばいやばいやばい。追いかけてきてる。あ、なるほど。これで、これで、あの、あいつが通ればこの道開けられるってことでしょ。ちょっと、こういう時に限って来ないんだから。ああ、そっかそっか。ここの道が閉ざされちゃったのね。ん？どうやって？ああ、こうか。なるほど。OK？ ああ、でも、ここをやった後に、やばい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 、ちょっと待って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 、あー、間に合わないむずくない？これ。間に合わないもの。作戦を練ろう。ここまでは、この花までは来るんだよね。で、この時点で、よいしょ、お、あー、ダメだった。まず、ここで、ここで、迎え撃つ。その後すぐにこっちに移動して、真ん中で撃てば2本とも行く？真ん中で撃てば、あ、行くね。やばい！キャンドルちゃんの灯火が灰色になってきちゃったよ。あ、ちょっと待って、これ積んだな。これが下がってくれないと先に進んでくれないもんね。あー、ちょっと待って、しばらく待てば沈んでくれるかな。いや、沈んでくれなさそう。ちょっと待って。ごめん、キャンドルちゃん、ごめんな。やり直したいの。あ、また引っかかっちゃったね。あ、オッケー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 、お、オッケー、よし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 。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、待って、待っつんだ、待ってくれ、あいいとこまで行ったのにな。くそ、悔しい。いや、ちょっと待って、待って、待って、間に合わず。前もって、
お前も、あ、やばい、もう、あー、溶け切ってしまいました。キャドルちゃんが溶け切ってしまいました。うん、難しいな。よし、わー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 、危ない、危ない、危ない、ほんと危ない。前もってここはもうこうしておいて、でしばらく大丈夫だから、その間に、よいしょ、いけ、あー、ねえ、難しいよここ。やってやる。これで、ここも上げておいて、あ、ちょっと待って、上げておいた上で、で、次のやつが来る前に、ここの、ここ上げとく。 OK、 ここ、じゃあ、ここです。なんで、ここ上げてほしいのよ。あ、ここ、え、なに、ずっと上げとかなきゃいけないの。 OK、 OK、 転がって、オッケーオッケーオッケー、あー、オッケー、やっとだよ、やっと理解してくれたか。あー、大変だった。あー、あと一歩見つかんない。あー、オッケー、とりあえずクリアはしたぞ。こういう意味か、落ちた果実に救われるキャンドルちゃんって。一本どこにあったんだろうな。あった、ありました、ここに一本。で、問題はまたクリアするためにあの作業をしなきゃいけないってことなんですよね。あ、落ちた、あー、落ちた。オッケー、オッケー、崩してくれた。あ、オッケーオッケーオッケー、通れる通れる、イエーイ。あー、なんとかクリアしました。うー、手ごわかったな。危なかった。オッケー。かつての敵が今は味方になった。でも、まあまあ倒されたよ、私も。あんまり味方だと思ってないけどね、私。続きまして。明かりが夜の森を暖かく照らす。あ、また、この、料金高いやつ。よいしょ。この上、行ってみようかな。おー、綺麗ですね。また、海っていうか、湖に来ましたね。あー、ちょっと待って、落ちた。ごめん、キャンドルちゃん。さあ、おっと、あれに乗れってことか。乗ります。さあ、うわー、火花だ。危ないね、火花。知らずにつけちゃうとこだったよ。お、こっちとかなんもないですか。オッケー、よいしょ。もう鼻のとこを。よいしょ。おお、やっぱ綺麗だな。こんななんか急に満開になると綺麗だね。お、あるぞ。キャンドル。よいしょ。わあ、すごい。大きく咲いた。次。あと2本見つかるかな。あった。お、オッケー、中間。よいしょ。いいね、いいね。これで最後の一本も灯って、
あとはゴールに行けばいいかな。あー綺麗、黄色くて美しい花、色彩が豊かですね。うわー綺麗、めっちゃ綺麗。困難と障害を乗り越えて灯台までたどり着いたキャンドルちゃんは喜びました。わー綺麗。ですがさらなる大きな試練が待っていることなど思ってもいません。あーまだ終わりじゃないんだ、灯台に着いたのに。キャンドルちゃんの力が認められた。うん、この花に認めてもらえたってことかな。うわーなんか嫌なタイトル。第7章冷たい歓迎。うん、ようやく憧れの灯台まで着きましたけども、どうやら冷たい歓迎を受けてしまったようです。うわ、こうやって見るとキャンドルちゃんちっちゃいね、ちみって感じ。灯台の前でキャンドルちゃんは大声で聞きます。喋れたん？灯台さん、どうやってあなたのように大きく明るくなるのでしょうか。暗闇の中から返事は来ませんでした。あー切ないね。だからキャンドルちゃんは灯台のてっぺんへ向かって灯台のように明るい光を出そうと決心しました。あーキャンドルちゃん泣ける。オッケー。さあ、ここが憧れの灯台さんの中ですね。わあだいぶ広いな。そんでもってなんか、通れる。うわやばい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 。よいしょ、オッケー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 。押しつぶされるかと思った。そう、さっきまでね、森の中だったからめちゃめちゃあったかい感じがしたけど、ここは反対に冷たい感じがしますね。あ、落ちた。落ちちゃった。落ちちゃった。ガンドルちゃん。超びっくりした。なんだここ。あ、なるほどね。そういうことですか。あ、でもこっちに飛べばいいんじゃない？あー、ダメだった。飛べばあそこにキャンドルもあったし、押されずに済むし。一石二鳥じゃない？怯えなくて済むもんね。あー、いや、飛べ飛べ飛べ、オッケー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 。よし、で進む。やばい、あーやばい、あーそうか、今じゃなかったね。わかったわかった。わかったよ。でもどうしたらいいんだろう。あー、なるほど。飛び続けなきゃいけないのか。最初こっちに、あー超死ぬ超死ぬ。なるほどね。ちょっとこっちに、よいしょ。あーダメだ。あーやっぱあれだ、なんていうの、二重飛び反復横飛び、反復横飛びしなきゃいけないってことか。めっちゃ難しいこと言うじゃん。私そんなゲーム得意じゃないんだからさ。好きだけど得意じゃないの。あと、あー、カメラワーク、カメラワークよ。てけべんじゃねえよ。よ、飛べ飛べ。オッケー、あー、オッケーオッケーオッケー。ここはアンチだよね。アンチアンチアンチ。オッケーオッケーオッケー。でだよ。一回あっちに移って、もう一回こっち飛んでくるってことか。わかった。行くぜ。行くぜ。行くぜ。あー、届かない。ちょっと待って。難しいよ。飛べー。で、飛べー。オッケー。オッケー。やっと来れた。やっと来れましたー。次ですよ。
こはダメで、これを灯して、ここもなんもないんですか？ここ通れないってだけ？ここ落ちるだけ？オッケー。はあ。乗る。で、ああなるほど。マリオにこんなんあったよな。オッケー。よいしょ。飛んで。次こっち。東大さん冷たいよ。後輩がせっかく遊びに来てるんだからさ。怖い怖い。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、あー怖い。東大さん怖すぎ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、来てる来てる。この奥にも道あったよね。こう多分、あ、あったあった。オッケー。あ、これでろうそくは全部揃ったから、あとは心置きなくクリアすればいいだけだ。乗り移って、お、オッケー、クリア。はあ、飛んだ洗礼を受けてしまいました。ちょっと難しかったな。キャンドルちゃんの事情など意に介さない、うん、あんなに綺麗だった東大さんですけど、中身は冷たい人間だったんですね。東大が冷たく危うげに見える。キャンドルちゃんの憧れなのに。うわ、音が。うわ、そういうことか。ドッスンみたいな。オッケー。ドスン。ドスン。よ。次。うわー、また出たよ、この石。あー、危ない危ない危ない。あー、怖い怖い怖い。よいしょ、いけ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 、走れ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 、よいしょ、オッケー。うっ、挟まれちゃうから、よいしょ、あー挟まれちゃうの、また。あー、こうやって縫ってくのか。こうやって縫ってけばいいのね。え、間に合わない。あー、助けて。あー、キャンドルちゃん、キャンドルちゃん、あー潰れちゃった、キャンドルちゃん。ここよな。OK。ほんで、ここは開いた時に行く。あ、これもう走ってけってことか。走ればいいんだ。あ、OKOK。待っちゃったから行けないんだね。よかった。次。このまたドッスンさんが。うわー、やだよ、ここ。潰される。あ、どうしたらよかったのさ。もう潰されるキャンドルちゃんは見たくないです。さあ、あ、落ちちゃう。危ない危ない危ない。よっ。で、ここはもうこうするしかないよね。で、ちょっと待つのか。ちょっと待って、開いた瞬間に行く。よしよしよし。ここは行っていい？ここは行っていい？行くよ。行っちゃうからね。あー、間に合ったー。本当にギリギリじゃん。本当にギリギリにできてるね。あー、怖かった。東大さん、なんか冷たいね。あー、キャンドルちゃん、キャンドルちゃん、ねえ本当にさ、キャンドルちゃんはたださ、ただ
ただ東大さんに会いたいだけなんだってば。自分もね、東大さんみたいに明るく光って、あー自分もね、東大さんみたいにさ、明るい存在になりたいなって、その一心で頑張ってきたんだよ。キャンドルちゃんは頑張ってここまで来たんだよ。そのキャンドルちゃんをね、押しつぶすようなさ、そんな先輩にならないでよ。ねえ、ここはいていいね。オッケーオッケーオッケー。よく見るとこの影が出てるね、このキャンドルで灯した時に。よし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 、オッケー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 、ここオッケー。ああ、ほんとひどい先輩だよね。やばい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 、よし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 、はあ、ほんと怖い。アンチがほんとに少ない。オッケー、よいしょ、こうか。あー、クリアしました。もうキャンドル集めたとか全然覚えてないや。集まったのかな。集まってないね。あと1本どこだよ。あった、ここだ。ありました、ありました。よかった、見つかった。あー、戻れない、戻れないよ。あー、すげー微妙なとこにあった。よっ、よいしょ、オッケー。さあ戻りましょう。はあ、オッケー、戻ってきた。オッケー、ようやく最後の1個も見つかりまして、はい、オールクリアです。あー、だんだん難しくなってきたな。落ち込むキャンドルちゃん。あー、落ち込まないでキャンドルちゃん。確かにな、憧れの先輩がな、こんな冷たくされたらな、落ち込むよね。冷たい石柱の間で彼は燃えている。頑張れキャンドルちゃん。はい、よし。お、なんだこれ。これは光ってる間じゃないとダメみたいなやつ。あ、あ、だよね。あー、そんな、どんな物質だよ。光ってる間じゃないと通れない、物質的な。あ、あー、だいぶ、うー、これもまた料金の高い橋ですね。気をつけなきゃ。あー、細い。よいしょ、ほい。オッケー、節約していきたいけども。よいしょ、うわー、うーわ、よし、オッケー。あー、怖い怖い。あー、怖い怖い。うーわー、怖いよー。もう、あ、もうジャンプとかそれどころじゃなくなってるもんね。やばい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 。消えちゃう消えちゃう消えちゃう。早く来て早く来て。よし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 。あー、怖い怖い。ちょっともうだんだんね、ステージが難しくなってきたんで、あんまり、あの、キャンドルの取りこぼしがないようにしたいですね。よいしょ。ここな。オッケー。あと何個？あと3つ。あ、下にクリアのやつがある。あれ、でもだとしたらあと2個も足りない。なぬ、どこだよ。探してくるか、クリアの前に。あ、これの行った先にない？あったー。よし、なんだよー、石があると思うじゃん。なるほどね。よいしょ。ここに乗って、この先にあるけど、よいしょ。よい。やばい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 。あれがまた戻ってくるまで、ここ維持しなきゃ。あ、でも、光ってるから大丈夫か。オッケー。あと1個だな。ちょっと戻ってみるか。あー、
くさいな。いや、キャンドルつんじゃなくて、私がね、夏川がね。はぁ、あ、うん、すごい、このガラス跳ねると音が鳴る。綺麗な音がしてます。うん、あった、あの先か。よしよし、よし、戻るぞ。よし、ほんで、ここは、あ、もう降りて、落ちればいいの。よいしょ、オッケー。すごいいっぱいろうそくが隠れてたんですね、このステージは。明かりが見えない道を照らしていく。さあ、最後、7章の最後です。何も彼を止めることができない。え、いきなり。よいしょ、オッケー。ここは5本。ほうほうほう、これは意図的に落ちなきゃだね。ああ、なるほど。難しい。照らして階段作って、照らして階段作って、照らして階段作って、登って、照らして階段作って、飛ばして、あー、で、ちょっと待って、ちょっと待って、落ちたい、落ちます。オッケー。あー、もう本当に、え、ん、あれ、ん、落ちたの不正解、もしかして。通れなかったんだけど、通れないんですけど。あーれー、これは多分積んだもんね、あそこ通れないから。なるほど。よし、もう一回。ここはわざと落ちる。 OK?OK だね。で、灯して登って、灯して灯して登って、灯して灯して登って、登って、よし。で、ここは落ちちゃダメっぽいね。ん？あ、でも落ちない、落ちないと進めなくね。あれ、じゃあ合ってたの、やっぱ。でもどうやって、 どうやってどうすればよかったんでしょうか。 OK、 よかった。じゃあ、あー、ん？うん？うん？うん？そっか、そういうことか。灯さなければあのガラスは出てこないんだから、暗闇の状態で行けばよかったのね。 OK、 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 OK。 はあ、ややこしい、謎解きがややこしいよ。ほんで、あそこにあるんだよな、あそこにあるんだよな、あそこにあるんだよな。やばい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 。よし、オッケーオッケーオッケー。うわー、アンチこの1マスしかない、恐ろしい。よし、オッケー。あー、なんとか越えられました。次、ここに乗って、ここに乗って、灯して、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 よし。あー、次はそうか、ここに乗るんだ。オッケー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 。お、中間、ん？この先は何？怖いよ。お、ん？あー、光だ。これクリアだね。あー、でも待って、一本取り忘れたな。一旦クリアしましょう。ちょっとやり直します。そう、ショーの最後なのに。多分これムービー入るよな。お、鏡。道はさらに険しくなりましたが、キャンドルちゃんは逃げません。
灯台のように光を出し、暗闇の世界を照らす。おお、というのは彼の夢です。あー、かわいい灯台になってる。切ねー。うん、キャンドルちゃんは灯台になりたいんだね。さあ、ちょっと取り逃したキャンドルを取ってまいります。おいしょ。多分ね、こっちだと思うな。あった。オッケーオッケー。無事全部つきましたので戻ります。ああ、落ちた。なんて言うんでしょうか、足ですかね。ここ難しいんだよな。落ちてからとも、すー怖い怖い。 OK、 はい、クリアです。はい、ということで何も彼を止めることができない。明かりが暗闇の中でさらに明るくなる、うん、ということで第7章クリアいたしました。まだ続くのかな。結構もういいとこまで来たような気がするけど、うん、第8章は影と共に進むっていうことですね。もうちょっと続きそうな気がするので、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。またねー。